キアモノ道場は世の中のあらゆるキュアモノに焦点を当て紹介するとともに称号を送ることでそれらを作り世に送り出したクリエイターに敬意を示す道場である今日のキュアモノはこれだはい。 今回の着うものもはこちらじゃーんいこちらはですね、まあ、このね帯から見ても分かるとおり、えー、UFO キャッチャーじゃねやえや、ー、ガチャポンのね、えー、景品でございますけども、えー、6種類あってですね今回は、えー、この5番ですね、えー、キャッチとロボットが、えー、当たりました。 で、今ね、遊び方は今やってみせたんですけどもこれがですねあの、えー、自動でというかですね、えー、重さでですね、勝手にこうパカパカするんですけどもここにですね、ちょっと、ま、曲げてる部分があるので下からね、物が当たるとこう、ちょっとね、開いて閉じるというアクションをしますので、えー、こういう感じでですね、えー、UFO キャッチャー5個ができるという感じでございます。ガチャッと、こういうい感じですね。 こちらですねボールチェーンがついてるのでそのままねキーホルダーにもなるんですけどもまあやっぱりねちょっとね UFO キャッチャーごっこみたいな感じでね遊ぶといいのかなと思います。なんかあの水族館で亀を運搬してるみたいですね。はいということで今回の UFO クレーンの称号はこちら。じゃーん 夏休みの工作のパーツとして使えそうと三段とさせていただきます。えー、ということでですねこちら、えー、とですね別に電気も使わないし組み立ても不要なんでねこう下ろすだけでちょっと開いて閉じるということでここにですね割り箸とか、えー、糸とかねつけて工作のね材料にできんじゃないかなと、えー、個人的には思いました。 はい、えー、こちらですね、えー、結構買ってからね時間経ってるんでもうね、えー、世の中にちょっと数もうねあんまりないのかもしれないんですけどももしね、えー、駄菓子屋のねあんまり人の来ないような駄菓子屋とかでねもし見つけた時は是非ね一回ガチャってみてくださいでは次回もお楽しみに